こうしたら顔全部が映る。おはっこり、仕事終わり？即リコチ。お仕事お疲れ様。これは陽明酒です。陽明酒。もうあの仕事終わりに即リコチが陽明酒って意味ね。私が今さっき飲んでるのは陽明酒ではありません。うさちゃん、うさちゃん、なーにうさちゃん。あ、もうほら画角えぐいでしょ。うさちゃんこっちに来て、もうちょっとこっち。人生方向おじさんたい焼きありがとう。クロさんもたい焼き、ナベさんもたい焼きありがとう。あ、お仕事の休憩中。うさちゃん、うさちゃんがこっちに近づいてくれないからこんな画角で。あら、うさちゃんも自分のこと舐めるの？ポポちゃん、ポポちゃん、ポポちゃん、ポポちゃん。すごい画角。やばいやばい。あの終了ボタン、あのあれ間違えて押しちゃった。間違えて。かわいい。間違えちゃった。ケビンコリー、たい焼きありがとう。人生方向おじさん、ヒロちゃん、 BKB さん、ナベさん、たい焼きありがとうございます。クロさんもありがとう。たい焼きやっほー。ほくびが出る。うん、もうちょっとこっちが画角がやばい。こうしたらギリギリは。私もやし生活さんお疲れってありがとう。ミキヤくんもたい焼きありがとう。キーさんもたい焼きありがとう。アンドーナツさんたい焼きありがとう。ありがとう、みんな、みんなのもの、みんなありがとう。画角が頑張って。これ今は、今はお昼、ん、夜ご飯前の配信って感じ。カスタードたい焼きよね。そうよ。あ、ママ帰ってきたんじゃない。その背中が可愛い。肩がある、肩がある。ちょっとすいません、この動画だけは撮らせてください。かわいい。そうだよ。アンドーナツさんありがとう。たい焼きアムトンさんありがとうございます。あら、そうなの。前のメールは確かにリアルタイムでね送信してるからかな。ありがとう、メール受け取ってくれて。高橋さんありがとう。たい焼き、そう、え、ウェディングドレスどうです。全身もありますよ。 BKB さんありがとう。あとは上からもあるけど、あの上からをどう。そうそうなんです。うちの家は確かに太陽系ですね。綺麗なグラス。お、めっちゃ怖いとこに置いてます。私のママが見たら「やー!」って言っちゃうと思うなところに置いてます。やばい。 BKB さんたい焼きありがとう。そう、今実家、
実家にいるのでちょっと配信少なめになっております。もびさんたい焼きありがとう。ふくちゃんたい焼きありがとう。美しかった美しかったか優しいね。根拠をくれる。そうなんかウェディングドレス来たからあーってスタイリストさん着させてくださってるんですけど、着付けしてもらっててスタイリストさんにあー根拠をくれますみたいな感じ話してた。おいでおいでおいで。そうそしたらリコチなら大丈夫だよって、そうファンの人がみたいなういるからってそっか納得。お相手はぴゃちゃんちゃんです。でもぴゃちゃんと時間が1ミリも合わなくって、そう福ちゃんありがとうたい焼き。はーいはーい。走って逆側から来た。私の左懐に入ってきました。土日カラオケ配信本腰入れたのはその時。うん配信もどうですか今回みんなどうなんですか。タイヤキングのこと悔しいよね。でも私は皆さんに無理させたくないしね。ゴルダルクイーンもみんながリコチを1位にしたいかっていっぱい投げてもらった結果だから皆さんの気持ちを尊重します。わがまま言えない。これで私がわがまま言って本末転倒したら嫌だから。土日はカラオケ配信する。その時にまたなんか配信する。明日がしっかりと配信する。今はねえポポちゃんポポちゃん配信です。ミキちゃんありがとうたい焼き。毎日プロポーズ。ウェディングドレスを着たりこっち綺麗だった。ほんと高幸さんたい焼きありがとう。確かにウェディングドレス可愛いの選んだ。なんかプリンセス一番プリンセスっぽいの選んだつもりでした。私一通り見た中で私が一番思い描くプリンセスがあれだったの。どうでした。全身写真もある。今から載せる。福ちゃんありがとう。ケビンコリーもたい焼きありがとう。ありがとう。そうなの。あの形が一番プリンセスっぽかったんだけど私の中のプリンセスがね。でもなんかシンプルなのにしたくって、私の中でのプリンセスはあれだったけどもっと他にもプリンセスいたなと思って、どう調べたら出てくる。ほんと似合ってました。笑ってますやん。でもなんかみちゅさんのとかぴゃちゃんのとかもすごいドレスすごいプリンセスだったから可愛いってなった。他にどんなメンバー一人一人ちょっと、アイコネーが着てるのめっちゃプリンセスじゃん。めっちゃプリンセスだ。とんちゃんパパたい焼きありがとう。プリンセスだし、福ちゃんたい焼きありがとう。カモラグさんもたい焼きありがとう。あとは原田ぴゃちゃんが着てたのもすっごいプリンセスだった。可愛かったあれ、めっちゃ好きだったよねえポポちゃん。あれもなんかお花みたいなついててなんか手元なんかなんかあったから、何あれ分かんない、なんて言えばいいんだあれは、腕のやつね。ともさんたい焼きありがとうね。確かに肌見せないのもいいなって思った、可愛いって思った。 BKB さんたい焼きありがとう。あらかゆいの、書いてあげるよ。かわいい。わ、一個結婚して目だけで。何お手手だよ。それは私のお手手じゃないか。
ゃんが言っちゃった。本当？メールでもじゃあ送るね、ウェディングのオフショット。キヨニーありがとう、たい焼きありがとう。そうそうなの、つぶちゃんめっちゃ可愛い。全部可愛いよね。なんかね、マーメイドスカートないのかなって思ってたけど、なさそうだった。全部ふわーんって感じだった。そうだね、可愛いな、どれも。かわいいな。わたあめさん、たい焼きありがとう、ありがとう。ふくちゃんありがとう、たい焼き。このドレス他みんな似合ってる。なんか私こう見たらすごい布少ないなって思う。みんなが見てたら私のって布少なかったかなってちょっと焦ってきた。そんなことないよね。そう、リトルマーメイド見に行ったからさ。リトルマーメイド、りょうじいさん、たい焼きありがとう。たい焼きちゃんありがとう。ふくちゃんもたい焼きありがとう。じゃあ今からウェディングドレス私見ていこう。ディズニープリンセスのうん、白はないんだ。そう、あのさ、リトルマーメイド見たのよ。のぎんさんありがとう、たい焼きありがとうございます。もうこの価格やばいよね。ちょっともうちょっと私が背高かったらいけたのに。あんま帰ってこないね。ポポちゃん、それ噛んでいいの？ママに怒られるよ。ちょっと服見たいよね。私の感じ、今日はこんな感じでした。今日はワンピース、黒いワンピース、近っ。こんな感じで、カーディガン羽織ってて、ペンライトカラーだ、黄色と水色。ほら、ペンライトカラーです。一個カワチありがとう。かわいい、ほんと大人かわいい。顔は、こんな感じ。似合ってる？嬉しい。トシさん、ハートありがとう。嬉しい。でも、普通の画角にしたら、本当にこうなっちゃう。もうちょっとこうかしら。ほぼちゃんも自由よ。倒れないようにしないと。姿勢を正したらこうなれる。やばい、もう唇に色がなくなってるような気がする。感想、福ちゃん、チャオさんありがとう。抹茶たい焼き、ありがとう。ソニーさんもたい焼きありがとう。181日、よかった、毎日アイドル。確かにマーメイドはないのね。毎日アイドルじゃなくなってない、大丈夫って思ってたけど、よかった。
可愛いよね、私が選んだドレス。今からでもツイートしたいけど、本当にともさんありがとう。たい焼き丸天、たい焼きを釣るのあげちゃろか、たいを焼いちゃろかやん。たいを焼いたらたい焼きになるから焼いちゃろか。山口弁181も素数なんだ、すごい素数だ。そっすか、あげたい焼きもあるよね。お休みチケット確かにある、いっぱいある。なんか続けたら漏れなくもらえるみたいな。でも続ければ続けるほど少なくなっていく、ん、もらえる頻度が少なくなっていく。よく見て素敵ね、これでも、あ、草まずリップのつけてるんだよ。今ちょっと舐めたらちょっとまずかった。これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て。チャオさんたい焼きありがとう。周り中、私もねアリエルになりたいと思った。海の中の暮らしに行きたい。逆に40日で1枚なんだ。そう思えばもう半年間も私配信続いてるの、みんなのおかげだよ。チャオさんありがとう。たい焼き、みんなのおかげで私本当に続いてるんだよ。人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩く、なんて言った、ああ足、ヒレじゃ遠くへ行けない、足がいるわ、踊ったり散歩したり、どこを歩くんだっけ、道歩いて走って、日の光浴びながら自由に人間の世界へ、何でもあげるわ、ここを出て暖かい砂の上で眠れたら、陸にはいないわ、あんな分からずやわ、私は子供じゃないのや。えん、チャオさんすごいたくさん、福ちゃんも抹茶たい焼きたくさんありがとう。歌いながらありがとうって気持ちでした。ミュージカル姫、姫、姫だ、姫になりたい。私だってアリエルになりたいんだもん。なんかね、アリエルの実写版見てたんだよ。そしたらアリエルがなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいな、ありえないみたいな感じ言ってたから面白いってなった。うわん、チャオさんありがとう、福ちゃんもありがとう。え、あれクラッシュだったの？リコルマーメイドしたい、リコルマーメイド、あれクラッシュだったの？なんか海、ウミガメがさ海の中で泳がずに歩いてたの。あん、ツンツンされた。何よ、まーさんたい焼きありがとう。福ちゃんも、うん、目の前に虫が来た。チャオさんもありがとう、アリさんもありがとう、嬉しい。あー、わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん。え、私アリエスじゃない？アリエストラスジェミニキャンサー、私お羊座だもん。え、これヤギ座もしかして。アリエスってヤギ座だっけ、お羊じゃないっけ。私さ、ルーシー、あのフェアリーテールのルーシーめっちゃ好きでさ、アリエスめっちゃ好きだった。もじ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 みたい、ふわふわみたい、モフモフだっけ、モフコモフコみたい。全然覚えてないな、好きだったとか言いながら。チャオさん、フクちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう。チャオさんありがとう、 BKB さんもありがとう。エアリエル、そうなんだ。あ、お牛座なの？お牛座は牛さん？お羊座。チャオさん、フグちゃん、
ありがとう、たい焼き魚座。アリエストラスジェミニーキャンサーレオパゴ It's in the twin signs。 チャオさん、福ちゃん、ありがとう。カプレさんもありがとう。トシピンさん、ハートありがとう。すごいね、すごいたくさん、すごくたくさんだ。ん？アリマゴ？カニ座？乙女座がバルゴ、天秤座がライブラ、サソリ座がスコーピオン、イテ座がサジタリウス。へえ。セイトウシセイヤ、ジェミニ、リトルマーメイド、キヨニー、ありがとう。お羊座がアリエス、牡牛座がタウラス、双子座がジェミニ、カニ座がキャンサー、獅子座がレオ。レオバーゴかゆ、チャオさん、福ちゃん、ありがとうございます。本当にすごい、たい焼き、泳げたい焼き。乙女座がバルゴ、天秤座がライブラ、サソリ座がスコーピオン、イテ座がサジタリウス。強いね、みんな。私はアリエスのリコみんなめっちゃおもろい。みんななんかそうやってあの自己紹介するの。ヤギ座がカプリコーン、もしくはトラゴス、水神座がアクエリアス。アクエリアス可愛いよね。魚座がピスケス、ピスケス、ピスケ。セイントセイヤ、すごい、みんなすごい。アリエルになりたい私。福ちゃん、チャオさん、セイントセイヤで覚えたの？すごい。セイントセイヤ、ジェミナイ、発音すごい。みんなセイントセイヤで覚えるんだ。へえ、ガンダム W いや仮面ライダーフォーゼでも12星座。マジ覚えるの。チャオさん、福ちゃん、ありがとう。そうなんだ、リトルマーメイド、ディズニーだよ。チャオさん、ありがとう。ジェミナイ、私あのリトルマーメイドのアニメ版を英語でね見たんだよ。その時、あ、ポポちゃん、そう、トリトン王のことをトライドンって呼んでたから、トライトンって思った。発音だった、すごく。福ちゃん、チャオさん、たい焼きありがとう。たい焼き、走れバイシコ、急げ来い、全力でペダルこぐ、寂しくさせてしまった、君に追いつきたい。ヒエラルキー下位なの？牡牛座、カニ座、魚座。お羊座上位であれ。ヒエラルキーとかあんの？星座に？悲しいじゃん。福ちゃん、チャオさん、たい焼きありがとう。ありがとうございます。海のトリトンしか知らない。そのトリトンの娘がアリエルなんだよ。チャオさん、ありがとう。走ればいしこ、急げ来い。わお、日向坂46さん、たい焼きありがとう。チャオさんもたい焼きありがとう。わーわーわー。お羊座の戦士はいつも持ち場にいないの？トゥルルルトゥ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 、なんでやねん。悲しいやん。セイントセイヤ、いいね。こんばんは、皆さん。え、みんなにさ、私のあれ見せたいわ。あ、ママが帰ってきたんじゃない？ママが帰ってきたんじゃない？チャオさん、レッピタン、つぶちゃんが喜ぶよ。チャオさん、レッピタン、ありがとう。福ちゃんもたい焼きありがとう。ママが帰ってきたよ。ママ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 
なようにでき自由にできるよ。もうね、あのね、あのその生写真の撮影が割とバタついてて、そう、あの全然自撮りとかできてないの悔しい。チャオさんありがとう、福ちゃんありがとう、ヤマンジさんも、たいやきちゃんありがとうございます。皆さん、福ちゃん、人生は紙飛行機、赤ちゃんパパはまだだね。チャオさんありがとう、たいやきありがとうございます。自由にできる夢、人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ、風の中を力の限り。わお、チャオさん、ズーデスさんありがとうございます。こんなにいただいていいの。ただ進むだけ、その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。チャオさん、福ちゃん、たい焼きありがとうね、いい歌。え、みんなに、みんなに送るオフショットを今いっぱい探してる。君はガーフレンド、僕のガーフレンド、ずっと大好きだったよ、胸の奥のラブコールにやっと答えてくれたんだね。チャチャンチャチャチャンチャララ、チャオさん、福ちゃんありがとう。審議中なの。そう、審議中なの。このいオフショットは使えるか、使えないか、プリンセスになれる。福ちゃん、チャオさんありがとう。ヤギ座の戦士は手羽が何でも切るすごい人。やば、何でも凍らせるの。え、双子座はあれか、二重人格って言ってたよね。へえ、水瓶座凍らせるんだ。あ、貝柱さん、たい焼きありがとう。チャオさん、たい焼きありがとう。アイさん、たい焼きありがとう。ありがとうございます、皆さん。こんなにすごい、チャオさんありがとう。坊さん、男の美少年バラを持ってた、はあ、そんな呼ばわりされてたの。こんなに皆さんたい焼きありがとう。私忘れん、私さ、ママにさ直してもらいたかったイヤリングがあったんだ、忘れちゃった。残念。でもなんかイヤリングの耳につけるところからが壊れたから、あっちで私が直そうかな、もし機会が、ん、機会、あの、ほんと？でも持って帰ってないもん。業務連絡でした。チャオさん、福ちゃん、小型ペンギンさんもたい焼きありがとう。トモさんもたい焼きありがとう。こんなにいただいちゃっていいの私。福ちゃん、たい焼きありがとう。ギャー、シルビアさん、たい焼きありがとう。こんなにもらっちゃっていいの。ズーデスさん、たい焼きありがとう。貝柱さん、たい焼きありがとう。チャオさんもたい焼きありがとう。こんなにもらっちゃっていいの。私もありがとうございます。でも結構1位様と差がついてるんですよね。羊座、うん、ムー、ひろたろうさん、たい焼きありがとう。よよよのよさん、たい焼きありがとう。みゃんこ先生もたい焼きありがとう。でもなんかお嬢さん、たい焼きありがとう。ねえ、ポポちゃん、難しい、こればっかりは。
何が一番最適なやり方か分かんないの。私は釈迦です。釈迦さん、釈迦なんて人がいるの。テレビの中でほうほう僕が出たんだ。うん、ただいまみんな。初めて出会った瞬間、そう雷に打たれたように僕。ワオツーデスさん、ありがとうございます。冥王十二宮編、ほー、主題歌いい。バルゴの釈迦、はー、ダニがかっこいいキャラクター。お羊座のムー、福ちゃん、たい焼きありがとう。サトシさんもたい焼きありがとう。ムー、お羊座ムー。おお、おお、金ピカ、すごい金ピカや。へー、すごい、イメージしてたんと違った。え、かっこいいやん。乙女座の釈迦、バルゴの釈迦、シャナじゃない、釈迦、釈迦。え、金ピカやん、金ピカ。あ、私結構釈迦が好きかも。最も神に近いの。十二宮やからみんなゴールド。そうなんだ。チャオさん、たい焼きありがとう。黄金、黄金セイ、セイント、セイヤ、黄金セイヤ、セイントゴールデンセイントって読む、もしかして。へー、いいじゃないか。へえ、福ちゃん、チャオさん、ありがとう。ゴールドセイントって読む。チャオさん、福ちゃん、ありがとう。ゴールドセイント、すごい。そうなんだ。あれは？やっぱね、星座といえばね、ルーシーだよ。チャオさん、ありがとう、たい焼き。双子座のサガ、おーおーおー、ああ、サガいいのでは。へえ、そうだよね、美少年だよね。チャオさん、釈迦めちゃくちゃ強いんだ。福ちゃん、ありがとう。ズーデスさんもたい焼きありがとう。え、目つぶってるの釈迦。そうなの。へえ、ブロンズセイント。小型ペンギンさん、ミキア君ありがとう、たい焼き。チャオさんもありがとう。うん、こんなにもたくさん、開いたら終わり。そうなの？バルゴの釈迦？あら？待って、ほんとやん。知らんかった、目閉じとる。ほんとじゃん。あ、結晶やん、これは。めっちゃいいじゃん。他は、他は？一覧、一覧、まさやさん、ありがとう、ありがとう、たい焼き。カニ座のデスマスク、カニ座って何かいいね。
それっぽい顔してる。キャンサー、ありがとう。ブロンズ、シルバー、ゴールドなんだ。へえ、うわ、すごいです。みんなありがとう。和菓子の日。ダイヤキング。強そう。キャンサーのデスマスク。エスクカリバー。エクスカリバー。風評がひどいの。ありがとう。ヤギ座の修羅、弟子に聞き、聞きららやないか。福ちゃん、たい焼きありがとう。そうね、私はやれることをやるね。自分がお嬢さん、たい焼きありがとう。シュラ、カプリコーン、ヤギ座なの。え、推し見つけたい。あー、すごいわ。もみあげね。エクスカリバーなの。ふくちゃん、ちょっとお顔近くですんまへん。ドキドキなの。お嬢さん、ちゃん、ありがとう。魚座のアフロディーテ。ん？バラで戦うの？アクエリアス？魚座は何て言うんだっけ？ピスケスか。確かに水色の髪の毛いいですね。バリーさん、たい焼きありがとう。福ちゃんもたい焼きありがとう。うん、顔近。あ、なの、手刀、手羽。あら、ピスケスかなり美形じゃないの。宝塚の男役って感じ。みんななんか宝塚の男役って感じ。なんかあのあれみたい、セーラームーンのちょっと男の子っぽいの人たちいるじゃない。帝王星とか。水亀座？何？神。ほう。髪の毛長いわね。主人公の一人、白鳥座の氷河の弟子なんだ。死者師匠だから人気な。そうなんだ。福ちゃん、ありがとう。たい焼き。蟹座と魚座だけ完全悪役なの。私服のセイントに倒された。あ、コロン、あらららららら、あらららら、ら、コロンしちゃった。コロン、バリーさんもたい焼きありがとうね。コロン。セーラーウラヌスか。白いバラが刺さるとどうなっちゃうの。うん、歌聞いたら元気になるんだ、セイントセイヤ。へえ。小型ペンギンさん、たい焼きありがとう。あ、セーラーネプチューンのはるかさん、好きよ。ウラヌスとネプチューンか、そこがいいよね。ニヤニヤしてるそこいいよね。高貴なお二人って感じ。小型ペンギンさん、ありがとう。あ、セーラームーンの男性バージョンって感じなんだ。でも確かにセーラームーンは惑星、惑星とかで、セイントセイヤは星
Wi-Fi が切れた、大丈夫？見えてるかな。チャオさん、福ちゃん、ありがとう。野口さん、ありがとう。たい焼き、白いバラは心臓に刺さり、その血を吸って赤くなった時、相手は負けます。すごいすごい。チャオさん、ありがとう。ウラヌスの声、シンジ君だったんだ。そうなんだ。バリーさん、フクちゃん、チャオさん、オリちゃん、ありがとう、たい焼き。白いバラが赤くなっちゃうのすごい。オリちゃん、たい焼き、チャオさん、フクちゃん、バリーさん、たい焼き、ありがとう。アリエストラス、ジェミニー、キャンサー、レオ、バーゴ、イッツ・イン・ザ・トゥエルサイズ、輝く星座の輝く。バリーさん、チャオさん、フグちゃん、ありがとう。たい焼き、赤バラはいい香りで、それが毒なので、そこで戦うと相手は毒にやられます。怖い。チャオさん、ありがとう。マサオさん、ゴルダル、ありがとう。フグちゃんも、たい焼き、ありがとう。チャオさん、お羊座が一番最初の守りをめったにしてくれないの。そう。チャオさん、福ちゃん、ありがとう。たい焼き、セイントセイヤ、セイントセイヤでなんかカップリングとかあります？なんかこういうの聞くのやばいけど。おお、みんな、みんな、あ、いや、釈迦やない。私も釈迦が好きやな。チャオさん、ありがとう。おー、チャオさんに、福ちゃんに、ありがとう。お仕事お疲れ様。お、モブになってたの。カップリングとかないの？ありがとう。読み返したくなってきた。ほう、双子座の戦士は脳直撃攻撃、相手を自分に従うように支配。すごい。チャオさん、怖い。洗脳できちゃうの？そうなんだ。不女子、釈迦のイントネーション、釈迦、釈迦です。なんか釈迦、シェケ、釈迦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 です。ですか、もしかして。釈迦、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 釈迦ですか。釈迦。チャオさん、ありがとう。たい焼き、シャカシャカポテトのシャカ、シャカじゃ、シャカや。ほうほうほう、しょげないでよベイベー。シャカシャカポテト、シャカシャカポテトは覚えやすい。シャカなんや、シャカシャカポテト。シャカシャカ、シャカシャカが好きなの私。人気順とかは、人気ランキングいった。チャオさん、あ、起きた。ありがとう、ありがとうございます。ポイズン、ポイズン。福ちゃん、たい焼き、ありがとう。お羊座のアイオリア、お羊座のアイオリア人気なの？あら、間違えた。獅子座だ、獅子座。釈迦、釈迦、釈の歌、釈の歌ですか。福ちゃん、チャオさん、ヤシロ、ヤシロ、ヤシロの歌。釈迦ムー、チャオさん、ありがとう。小型ペンギンさん、小型ペンギンさん、ありがとう。獅子座のアイオリアが何？これは
あ、でも釈迦も、釈迦？あ、一回洗脳されたんや。チャオさん、福ちゃん、ありがとう、たん焼き。ポポ、ウサギ座のポポ。チャオさん、ありがとう。犬座のつぶら、つぶら。あら、チャオさん、ありがとう。釈迦無敵なんや。うん、神に近いか。あ、水亀座、神、イケメンなんだって。え、好きかもしれん。て、水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 亀座、バリーさん、チャオさん、テイカーさん、ありがとうね、たい焼き。フェニックスもいるの、不死鳥がいるの。シャが一人でユリゴールドさんに。ゴールドはなんなん、イケメン。フェニックス一騎、なべなべ所長、福ちゃん、あー、たい焼きありがとう。バリーさんもたい焼きありがとう。男気、最大のピンチで助けてくれる。ブロンズセイントを超越した、超越した強さ。何座のミロ、これ何座って読むんやろ。なべなべ所長、ありがとうね、たい焼き。カミリアケイさんも、福ちゃんも、たい焼きありがとう。たくさん、一個も、一個もありがとう、たい焼き。スコーピオ、スコーピオのミロ、これサソリって読むんだ。ミロ、マイロ。キグナス氷河、クール、弱さとクールさ。登場から他の主人公たちと比べてとにかくクールだった。冷静沈着でありながらもマザコンという弱さも、何これ、合わせ持つ。その良さはそのまま優しさなどがそれを克服するように導く師匠たちとの物語も見どころ。技が美しいのもいい、クールな色男。ほう、クラコン見てくれてありがとうございます。オリちゃんありがとう。スコーピオンのミロ、へえ。コビットさん、たい焼きありがとう。へえ。なお羊座のムーン、へえ。彼と最初に出会えていたので12級を突破できた。ほう、双子座のサガ、双子座のカノン、いい悪役、冥界での活躍がすごかった。実力者、近すぎるよね、画角が終わってるの。私ちょっと今日、ズーミンさん、レインボースターありがとう。氷河は母親のことマーマと呼ぶの。うん、射手座のアイオロス、ええ、いいよん。え、私今までで一番なんか、何この、この服装、装備がかっこよくていいなと思った。福ちゃんありがとう。ヤギ座の修羅、やりすぎやろこの装備。アンドロメダシュン、まばたき、まばたき、アンドロメダまばたきって名前だったら私びっくりしちゃう。オリちゃん、たい焼きありがとう。福ちゃんもたい焼きありがとう。蛇使い星座のシャイナ、見る目ある。氷河は日本人とロシア人のハーフなので、技名がロシア語だった。アニメで難しかったので変えられた。そうなの、ちょっと今ね、セイントセイヤみんなに教えてもらってるんだ。アフロディーテ魚座は海
海を海底海溝ポセイドン城と沙織城と沙織ヒロインなんだ。いつも狙われるの。ほうカシオスいいね。そんなみんなのもう現役真っ只中だった。チャオさんありがとう。たい焼きそんなんや。ポセイドンってどんな味なんだろうね。やっぱ自分の星座で推しが決まるよね。チャオさんありがとう。福ちゃんもありがとう。終わったら北斗の拳が始まるの。チャオさん福ちゃんありがとう。女神アテナ海の神ポセイドン冥界の神ハデスで戦ってたの。神系なんだね。ポセイドンは海鮮丼なのでは。めっちゃ面白い。もう海の神の丼。うん、父親が同じなの。小人さんチャオさんありがとう。読み直すの。読み直したくなった。北斗も沼なの。やばい、あくび。うん、止められませんでした。うん、リラックスしまくり。近いね。チャオさんありがとう。自分の星座がカニ座と魚座は小学校の時軽くいじられてました。よかった、カニ座と魚座じゃなくて。やっぱセイントセイヤでそうやって悪役だから言われるんだ。チャオさんありがとう。一行もありがとう。たい焼き登場人物100人はお父さんが同じ。お父さん誰。お父さん誰。ポセイドン眠っていたとこ。双子座のカノンに騙されて起こされて地上攻撃。怖っ。そんな騙されて。でこっち HP 満タンだよ。チャオさんたい焼きありがとう。早くみんなとカラオケ配信したいなって思った。子供がカニ座だったらへこむ時代なの。そうなの。そんなに。チャオさんありがとう。福ちゃんもありがとう。お父さんはジョーと。あ、え、ヒロイン。ヒロインは、あら、ヒロイン白と三つまさん。福ちゃんチャオさんありがとう。木戸三つまさ、木戸さん、小型ペンギンさん、チャオさんありがとう。いっぱいたい焼きいっぱいありがとう。私は ICE が楽しみ。アイドルコンテンツエキスポ今週の金曜日。え、ちょっと自主練部屋取りたいな。ちょっと自主練したいですってちょっとマネージャーさんに相談しよう。すごい。え、やばい。アメルガさんありがとう。やばい、こんな画角の時に。え、どこからですか皆さん。ええ、みんなとセイントセイヤをについて教えてもらってたら。え、あらー、金川さやさんからですか。ありがとう。やばい、ママが絶対あれを渡してくれるだろうな。え、こんにちは。ちょっとこんな画角なんですけど、そう、今実家にいて。え、皆さん聞いてくださいよ。福ちゃんチャオさんありがとうございます。たい焼き、え、皆さん聞いてくださいよ。乃木坂ファンの皆さんですか。
小型ペンギンさん、アリエストラスジェミニキャンさん、え、本当ですか。福ちゃん、小型ペンギンさん、小人さん、そう、実は今山口県の実家にいて、実家で斉藤飛鳥さんのあのショールームで写真集ポチったんですよ。それが実家に届いてて、やっと皆さん聞いてください。じゃじゃーん、ゲットしました。キャーキャー、ただいま。小型ペンギンさん、福ちゃん、ありがとう。たい焼き、小人さんもありがとう。見てください、チャオさんもありがとう。たい焼き、どうです、皆さん。え、本当こんな恥ずかしい、だよ、恥ずかしいです。そうで、あのポストカードあるじゃないですか、ポストカードあるじゃないですか。それが私、あの6種類ぐらいあるじゃないですか。一番欲しい、じゃーん、あー、これが届いて私も大歓喜だったんです。チャオさん、浦部さん、ありがとうございます。すごい、こんなにもたくさん、嬉しい。もふもふ、アスカさん、同じのだった、強い。浦部さん、ひなとらさん、あ、同じ、嬉しい。せそうです、せそうです、うん、めっちゃ嬉しかった。これって、絶対これがいいって思ってたんですよ。そう、浦部さん、しゅんさん、ふくちゃん、うさちゃん、うち実家でうさぎちゃんと犬がいるんですよ。え、やっぱ本人も女性は女性に人気っておっしゃってたんですか。え、もう大好きよ、これが、え、これがいたらもう最高って思ってた。え、一緒だったんだ、嬉しい、うらやま、すいません、嬉しい。 BKB さん、チャオさん、もう大切にする、ありがとうございます。たい焼き、こんにちは、 ST48 の ST48 の工藤理子です。え、すごい、とびとびありがとうございます。こんななんか変な画角から。あとはこれも届きました、ポスター、ポスター届きました。やばい、もう自分が写ってない、ポスターが届きました。かわいい、チャオさん、ありがとう。たい焼き、そうなの、大好き、これが、わー、ありがとうございます。ね、いちごミルク、もうね、この画角がね限界なんですよ。もうちょっとね画角をね下げれたらいいんですけど、これが限界なんです。ごめんなさい。小型ペンギンさん、チャオさん、ありがとう。ね、もうキュンキュンしてます。ふくちゃん、チャオさん、ありがとう。シュシュ、あ、シュシュ、あ、シュシュ、う、そう、チャオさん、ありがとう。小型ペンギンさんも、たい焼き、ホタテ屋さん、ありがとう。ね、すっごい可愛いですよね。これがもう私に、あ、もう頭だけ写すやり方でいきますかね。あ、ポストカードがイチゴのだった、嬉しい、もう可愛すぎる。そう、ちょっと謎の落書き、謎、チャオさん、コカドペンギンさん、ありがとう。もうみんなありがとうございます。皆さん、そうなんですか、え、そうなんですね。チャオさん、黒山さん、小型ペンギンさん、ありがとう。なあ、
すごいなんか毎回なんかとびとびさせていただけるの嬉しい。なんでみんな来てくれるんですか、優しい。なんでとびとびで来てヤッホーってコメントしてくれるのも嬉しいです。嬉しいです、嬉しいでみたいな、なんかちょっと関西弁みたいな。嬉しいです。はい、あすかさんの、斉藤あすかさんの写真集を持ち歩きます。じゃあもうこの画角で配信してもいいんですか。チャオさん、スーパーモモンガさん、小型ペンギンさん、たい焼きありがとう。そう、日向坂46さんからもとびとびしてくださったり、乃木坂さんからもとびとびしていただけたり、もう嬉しいんですよ。私は小型ペンギンさん、スーパーモモンガさん、ありがとうございます。仲間ですよ。 STU48 兼乃木オタみたいな本当に乃木坂さん大好きです。チャオさん、小型ペンギンさん、ありがとう。フォローしてくださったのありがとう、ありがとうございます。チャオさん、ありがとう。ツーデスさんも、トウトウさんも、あ、セイントセイヤ、ありがとうございます。たい焼き、ツーデスさん、え、みんな乃木坂さんの後にどこに飛ぶのかちょっと楽しみになってるんですか。ショールームってそういうのがあるからすごい楽しいですよね。私もたまたま今山口県の実家に帰っていて、そう、それでちょっとゆったり配信しようと思ったら、なんかこれそう、とびとびしていただけたから嬉しい。そうなんだ、今日は神奈川さんだったんだ。バルシャーク、ツーデスさん、チャオさん、ありがとう。おたやんさん、ありがとう。フォローめっちゃ嬉しいです。おたやんさん、チャオさん、たい焼きありがとう。とびとび、ごめんね、つむじ配信でもいいですか。聞いてください、まだ皆さんいらっしゃいます。あの、私たち ST48 は瀬戸内七県を拠点に活動してるんですね。瀬戸内七県、その中でもあの広島、フォローありがとうございます。広島、あの広島で、であのいるで嬉しい。とびとびありがたい。今から本当にワクワクな話しちゃうよワクワクな話しちゃうよ。あの ST48 は瀬戸内7県を拠点に活動しているんですけど、で広島がメイン、なんだろう、広島とかあるんですよ。そう、たい焼きありがとう。でそれで広島は毎年フラワーフェスティバルっていう、あの素敵なね、お祭りがね開催されるんですね。で私はその広島フラワーフェスティバルの、私がラジオで、月曜日のレギュラーを務めてるラジオがあるんですけど、そうなんです、その恋ラジっていうラジオなんですけど、恋ラジのそのフラワーフェスティバルの、なんでしょう、ステージ、恋ラジでステージに立たせていただけて、その時にあの中本姫香さんが来られてで、あのなんと中本姫香さんにお会いさせていただけました。お会いさせていただくことができました。そうなんです、メタンビームなんです。そうなんです、それがすごい嬉しくって、もう存在しているんだ、かわいいってなります。 BKB さん、たい焼きありがとう。そうなの、姫たんピーンって。でも私は本当に心の底からもう、ダメってなっちゃったから、ちょっともうなんか鼻の下伸びちゃうし、お話あんまりちょっと失礼かなって、ちょっとあの
控えてたんですけど、ほんとずっと可愛かった。浦部さんありがとうございます。小型ペンギンさんもチャオさんありがとうございます。たい焼き、え、そうなんですね。姫丹さん推しね、そうですよね。なんだい、おいで。うさぎちゃんがそう、鼻の下がすごいもうって伸びちゃうからなっちゃうから。あ、うさぎちゃんポポタン、そうなの。小型ペンギンさんありがとうございます。この話できてよかった。そう、すごい、皆さん来てくださってありがとうございます。ルームのフォローもめちゃくちゃ嬉しいです。いやでも今日のハイライトはやっぱりこれですね。もうなんか私もう一発目からもうハーハーしてた。宮野さん嬉しい、ほんと。前髪がかかって小型ペンギンさん、チャオさんありがとう、レイベンさん、たい焼き、浦部さん、福ちゃんありがとう。そうなんです、 NHK 第一声ラジ広島放送局、 NHK 広島放送局、チャオさん、浦部さん、福ちゃんありがとう。え、わかる、緑の子とかわいいよね。私もえ、かわいいってなったですか。あ、いってらっしゃいます。そっかそっか、猫舌彩香さんありがとう。え、フォロー嬉しい。いっぱいなんか配信してるので、暇な時に私が、もし皆さんが暇な時に私が配信してたらぜひ遊びに来てあげてください。小人さん、小型ペンギンさん、チャオさんありがとう。あと金曜日に東京でフェスあります。アイドルコンテンツエキスポに出演させていただきます。私のそのアイドルコンテンツエキスポの STU のステージは19時50分から22時、間違えた、長っ19時50分から22時は長すぎるやろ。2時間10分も踊る。あ、19時50分から20時20分です。福ちゃん、小型ペンギンさん、ありがとう。嬉しい。あ、アバターもぜひゲットしてください。そう、嬉しい。リップの色がないから恥ずかしい。いってらっしゃいませ。配信めっちゃしてるのでまた遊びにも来てくださいね。チャオさんありがとう。たい焼き、小型ペンギンさんありがとう。見に来てね。ありがとう小型ペンギンさん、ありがとう。また来てね。そうだ、19時になった。いってらっしゃい、仲間だよみんな。目が可愛い、嬉しい。アルメガさん、たい焼き、チャオさんもたい焼きありがとう。お、いいですね。あ、そっか、今日は。いってらっしゃいませ。あ、うさちゃん、あれ戻ってきました。ありがとう。ルームフォロー嬉しい。ぜひ行かれる方はルームフォローしてくださると嬉しいです。初見ですが、私もまた来ます。初見じゃないっけ、初見じゃないやろ。ルームのフォローめっちゃ嬉しいです。好きになった、めっちゃ嬉しい。そんな、私も好きですよ。山口は確かに、角島大橋めっちゃ綺麗。え、そんな二窓してくださるんですか、私のこと。ダイスさんありがとう。たい焼き、二窓嬉しいです。ツイッターのフォローも待ってます。ツイッターはね、今朝はあれしましたよ、ウェディングドレスを着ましたっていうツイートをしました待って、八つ橋のあれにフォローされたちゃったかも。嬉しい。にゃん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 、ウェディングドレスぜひ見てあげてください。え、うち今日お誕生日、お誕生日おめでとう。おかぼう、おかちゃん、おかちゃんお誕生日おめでとうございます。6月15、14か、今日お誕生日おめでとう。チャオさん、浦部さん、
たい焼きありがとう。すごい、二窓嬉しい。二窓、山賊いいよ。山賊おっきい。うどんも食べてみたい今度。浦部さん、チャオさん、てか私本当に画角がやばいよね。ありがとう、フォローめっちゃ嬉しいです。もうたくさんの人がルームフォローしてくださってるのが見れる。めちゃめちゃたくさんありがとうね。ツイッター、カラオケ配信します。皆さんもし今週末の16日17日だったかな、あ17日18日が空いてたら、皆さんぜひ、私カラオケボックスでカラオケ配信する予定なんですよ。リコちゃんって呼んでください。リコチでもいいですよ。ツイッターも見に行ってくれるの優しい、嬉しい。うん、たい焼きポイントもありがとうございます。ありがたい、たい焼きング。2位になったの、山猫坊主さん、たい焼きありがとう。そうなので、今週末土日楽しみに待っててください。カラオケ配信します。ゆきの、2位になったの、めっちゃ嬉しい。うん、カラオケボックスからそうなの。飲みすぎたのはサウナカラオケいいね。嬉しい。前に、そう前もね歌いました。1位けど違うんだ。でも2位でもすごい嬉しい。私はみんなからもらえた2位だもん。ゆうじさん、たい焼きありがとう。乃木坂さんも、私いっぱい歌いますよ。乃木坂さん、皆さんがリクエストしてくださって、私が胸を張って歌えるやつはめっちゃ歌いますぜひ来てください。みんなからの、うんうん、歌う。おうちこり公演もしたい。縛りはできんかもだけど、させてください。ぜひ聞いてくださいね。狼狼に口笛を、いいね。自己中も歌う、歌いたい。焼肉配信ね、あれ本当に、あれ本当にあれさせたい。現実、実現、実現させたい。嬉しい、歌いたいです。歌わせてください。罠やめい、罠でもいいね。僕は嫌だ、したい。すごい、たくさん遊びに来てくださってありがとうございます。ちょっとこんな画角だ、画角画角がすごい。嬉しいな、みんながこうやって来てくださるなんて、ありがとうございます。ツイッターフォローしていいねもしてくれたの、嬉しい。見てみよう。さ、わかんないけど本当だ。ありがたい、ありがとうございます。期待しててください。上半身、上半身。焼肉屋さんもカラオケもできるの、いいね。ハウスからいいですね。アンコールとか嬉しい。皆さんこんなたくさん来てくださった、めちゃめちゃ来てくださったね、嬉しいです。期待しててください。嬉しすぎる。これはちょっと皆さん楽しみに待っててください。ありがとうございます。見る見る見る、見よう。今から、今うさぎさんのホームページ見よう。いびきが、
りゃー、にまどしてくれるの、浦部さん、福ちゃん、ありがとうございます。息をする心、 ST48 の9枚目シングル息をする心、皆さんお聞きしてくださいましたか。おしゃれ、おし、かわいい、ちょっと変な声出たわ、かわいい、かわいすぎる、いけんわ。小型ペンギンさん、福ちゃん、ありがとうございますね。浦部さん、たい焼きありがとう、ピチピチ、やば、ほとんど私の顔が映ってない。ぜひリコチって呼んでください。リコチ嬉しい。そう、息をする心、前髪配信本当に息をする心はね、すごいあのありのままのあなたを肯定してくれる曲なので、なんか疲れちゃったなって時はぜひとも息をする心聞いてみてあげてくだ、聞いてみてください。そしてカップリングのね、自然淘汰主義もすごい深い曲になってて、なんか歌もねすごい深い、歌詞もすごい深い、ん、深いし、なんか曲調もすごいアップテンポで、でダンスもすごくあの挑戦的な、なんかヒップホップなので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。私は自然淘汰主義の曲に魔法に参加しているので、自然淘汰主義ぜひ聞いてみてくださいね。自然淘汰主義はなんか人の記憶に残る生き方をしたいみたいな、生きることは自然淘汰されていくことなので、せめて自然淘汰されるとなっても人の記憶に生きる、ん、残る生き方をしよう、そういうメッセージが性の強い曲です。浦部さん、チャオさん、ありがとうね、たい焼き寄り添ってくれる、福ちゃん、小型ペンギンさん、たい焼きありがとう、すごいたくさん、そうだよ、離席しないよ、ちゃんと座ってる、そう、自然と歌主義、自然と歌264万7112ポイントだったんだ、怖い、そんなに獲得したんですか、すごい、ありがとうございます。いいですね、思い出せる恋をしようの2期生バージョンにも私も参加しています。小型ペンギンさん、ありがとう、福ちゃんもありがとうございます。ST48 の曲もいいので、ぜひ、ありがとうございます、すごい当たりと思ってくれるのウェディングドレス指輪してない、よかったよかった、ありがとうございます。皆さんね、チャオさん、おとやんさん、たい焼きありがとう、離席なしでこんな激チカですよね、ありがとうございます。かんげさん、たい焼きありがとうございます、わー、たくさんの方が見に来ていただけて光栄や、なんかどうやらみんなどんな感じですか。福ちゃん、ありがとう、白いポンデリング私食べましたよ、急に急になんかマウントSTU はね、そう、選抜性がねあるのでね、あ、すごい飛ばされたって、飛ばされた、すごい、みんな、うおーおーおー、すごい、なんかすごい、なんかまたすごいたくさん、ファーストフィジット、ファースト、初見初見初見ってすごい、ありがとうございます、
初見がすごい嬉しい。確かに徳島新聞の記事見てくださってありがとうございます。そうミラーボールと一緒にスクショして、チャオさんたい焼きありがとうね。激チカシティは選抜制があって、私はその選抜にも入れていないので、次のシングルこそはって頑張っています。チャオさん、浦部さんありがとう、福ちゃんもありがとうございます。君に飛ばされた浦部さん、福ちゃん、チュ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 、飛ばされた、ありがとうございます。こんなに来ていただけるなんて、福ちゃん、チャオさん、浦部さんありがとう。もしよろしければショールームのフォロー、ここハートあるしてくださったら嬉しいです。で今私すごい体勢で座ってるんですけど、プリが痛い、プリが痛いので、そろそろ夜ご飯の時間も来ているのでやめようと思ってるんですけど、いかがですか。もうちょっと話すね、次のプリが痛い、プリが、こんばんは皆さん、すごいルームのフォローありがとうございます。ルームのフォローしたって書いてくださるの、ん、見えるのが嬉しい、とお疲れ様でしたって言ってくださるのありがとうございます。ぜひ、そんなショールームのフォロワーさん増えて嬉しいです。よいしょ、ちょっと正座しようかな。うんうんうん、ありがとうございます皆さん。そう、ありがとう皆さん、今日の私の配信を見てくださってありがとうございました。こうやって飛んできてくださってありがとうございます。星なんだろう、星、ありがとうございます皆さん。星座の話星座の話はね、そう教えてもらいました。セイントセイヤ、キッキッキッ、すごい初見さん嬉しいです。たくさん来ていただけてめちゃめちゃ嬉しいです。もしよろしければルームのフォローしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。星座王決定戦、ボツおもろい、送らんでよ、怖い。では、あ、ここに来た方は皆さんお利口さんになってくださると嬉しいです。ありがとう。ボス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 、リコチのホワイトさんありがとう。クマちゃん、もしよろしければこれを機に工藤理子という名前を1ミリでも覚えていただけたら嬉しいです。小人さん、たい焼きありがとう。お、ありがとうございます。福ちゃん、小人さん、たい焼きありがとう、ありがとうございます。皆さん嬉しいです。浦部さん1個、たい焼きありがとう。初見さんもルームフォローしてくださった方もツイッターのフォローもありがとうございます。これからも私たくさん配信しますし、ツイッターもたくさん活動していくのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。そうだね、お利口さんになったら頭ポンポンして、ありがとう。じゃあランキングを読まさせていただきたいと思います。39位から、佐藤さん、わたあめさん、なべさん、おりちゃん、あんドーナツさん、しばさん、ひまわり29さん、ふーみーさん、スパンスーパーモモンガさん、くまけんさん、フォーユーさん、ようくん、ケネスさん、神崎渡
ラさん、ガッチさん、ケンさん、MA さん、レイベンさん、モビさん、野口さん、サボトラ猫さん、人生方向音痴さん、ケビンコリ、あやかさん、フーさん、ソニーさん、ボヤッキーさん、モタヤンさん、イッコ、BKB さん、貝柱さん、小人さん、ナベナベ所長、そして本日の秋元先生枠はズーデス先生です。ありがとうございます。バリーさん、浦部さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は小型ペンギンさんでした。ありがとうございます。小型ペンギンさん、ありがとう。そして第2位は福ちゃんでした。福ちゃんもありがとう。たくさんありがとうございます。そして第1位はチャオさんでした。チャオさん、いっぱい1位になってくださってありがとうございます。ありがとう。たくさん私の配信見に来てくださってありがとうございます。小人さん、たい焼きありがとう。コメント欄でたくさんなんかリコチの布教もしてくださったお利口さん、ありがとうございます。浦部さん、ありがとう。たい焼き、福ちゃんもたい焼きありがとう。小人さんもたい焼きありがとう。皆さん私の配信見てくださってありがとうございました。また明日配信しますので、その時にまたお話ししましょうね。皆さんありがとうございました。あ、確かに今日は、まあ、初めての配信だったので、明日も健やかに行きますように。せーの、えいえいおーうさぎー、健やかにね。みんなおやすちなさい。おやすち。登るんか、登るんか、しこか、かわいい。やんねー、もぐもぐしてきます。やんねー、健やかにみんなおやすち。ツイッターのフォローもねしてくださると嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ、おやすちー。バイバーイ。